こんばんは。よいしょ。わすごい、虹がめっちゃかかってるすごーい。マツーさんありがとう、虹たくさん、あすごいありがとう。きのこ、きのこがハートになってる。こんばんは、ハリーの動画ありがとう。きのこハートだったんだね。きのこちゃんハートだったんですね。こんばんは。今日も、今日もじゃないわ、あの撮影をしてきたのでメイクしてますメイクしてます。めっちゃくちゃ眠い、びっくりするぐらい眠くて大変今日は眠いです。なんか眠いんだよ今日、謎に謎に眠いです、とっても。そう、生写真とかいろいろ撮影してきました。で聞いてよ、今日ね、あ皆さん、なんとじゃーん、見てください、なんと皆さんからいただ恵んでいただいた31のチケットが届きました。嬉しい。これでアイスが食べれる、アイスが食べれる。ありがとうございました、本当に。ちょっとアイス食べながらいつかやりたいな。アイス買っ、アイス買ったよって言ってアイス買ってきたよ配信したいな、食べながら配信。なんかさ、今日さ、なんか前髪をね、いい感じに束感を出すために、あのすごいこのスプレーをしてもらったんですよ。だからすごい今前髪いい感じじゃない？いい感じだよね。なんかここだけなんかめっちゃ長いんだけど、今日は巻いてました。あ、見て、そう、これも買ったの今日。可愛くない？ピアス買いました。ピアスとなんとリングも買いました。これはちょっとなんか結構いかつめなのかな、ちょっとシルバーのリングも買いました。安かった。これはもうめっちゃ可愛くないですか？パールがね、後ろについてるんですよ、これ。かわいい。めっちゃ可愛くて、お気に入り。ちなみに今日つけてたのもパール。
あとは何買ったかな、ちょっといろいろお買い物、あとこれなんかコスメ買いました、またコスメ買っちゃった、それぐらいかな。あと今日はキーチェーンも買いました。キーチェーン、すっごい虹が飛んでるありがとう。え、これなんでみんな虹持ってんの、すごいすごいすごい、なんでみんな虹なの、インスタのストーリー見てバキハ可愛い、可愛いでしょあれ。バケハ持ってんのにまだバケハ欲しいからねマスク同様に、マスク同様に、今日マスク何したかな、あ、今日は白のマスクしてた、昨日紹介したやつ。お話し会の支払い完了済みですだって、ありがとう。そうだよみんな、お話し会のお申し込みをしないと、あ、違う違う違う、あの支払いしないと無効になってしまうので、お話し会の支払いしてこなきゃっていつまでですか、期限いつまでなんだろう、いつまでの期限なんでしょうか、忘れないでよ、もうあんなに言ったからね、さすがにみんな大丈夫だと思うけどね。10月17日のラジオ出演します。そうあれね、ラジオだったのね、私分かんなくて、あの結構前にスケジュール入ってきたんだけど、んこれはなんか書き方的になんか報道番組、え何みたいな、なんかすごい難しい書き方されてて、何の番組だろうと思ったらまさかのラジオでしたね。ラジオ聞いてくださいね。何に話すんだろう、全然何にも知らないんだけど、10月17日ラジオ7時から聞いてください。確かラジコとかでも聞けるのかな、ラジコって大体全部聞ける、ラジコで聞いてくださいドンキで靴下ゲットしてきましたよ、だって、いや、東京 FM か、東京 FM、 そう東京 FM、 東京 FM、 なんかその髪の毛さ、ここをさ横にこうやって広がるのすごい嫌なんだけど、なんでここ広がるの、なんかでも今日もここでなんかこうやってくるくる巻いてたんですよ、実は今日ここをこうやってくるくるってやってたの、だからここの髪の毛後ろにいたのね、だからか今日なんかねすごい面白い髪型したんだよね、なんかここを止めてここを耳かけるみたいな、こういう感じ、こんなにもうなんか今爆発しちゃってるんだけど、ここをねくるくるってしたから、なんかここの髪の毛が後ろにあったわけよ、だから気になんなかったんだけど、ほら見てなんかねちょっとでもここ
顔がこうやってなってると、なんかカメラマンさんがメイクさんって言ってメイクさんが飛んでくるので、ここを直してくる。今日2回ぐらいメイクさん飛んできました。そんなねことがあるんですよ。ちょっとなんかここなんか嫌だから髪の毛ムースボ。アミちゃん白黒柄のバケハ持ってないです。私黒しか持ってない、持ってないよ。白黒ということ白黒持ってないです。私さ脇の髪がないからさ、ハゲてるように見えちゃう。やだ、なんか見てちょっと若くない？こんなに、あれ私いつも上でやってないっけ、あれどの辺でやってたっけ、この辺か。見てここめっちゃねハゲなの。ハゲって言わないで、ハゲてないから。ハゲてはないです。よいしょ、これぐらいか。あ、おお、こっちの方がいいじゃん。ほら髪の毛はそんなにほらボンボンしてない。レイヤー入れてるとさやっぱ短いからね、ちょっとレイヤー入れてちょっと後悔したんだよね。私ちょっとレイヤー入れて後悔しました。髪の毛伸びてほしい早く。今週の金曜日劇場に行くのでプレゼント持っていきます。靴下じゃありません本当に靴下じゃない、ありがとうみんなから送ってもらったあのプレゼントは私に届いたら、多分次劇場行った時に受け取れるのかな。だから劇場公演の時に皆さんからいただいたプレゼントを開封動画していきたいと思います。イエーイ、ワク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 ラジコは1週間同じの聞ける。あ、そうなんだ。ラジコ一回なんか聞いてたな。なんだっけな、みーちゃんのベイ FM 聞きました。あの私とあやみんがベイ FM で峯岸チルドレンとして出る先週の週を聞きました。なんか名前を挙げてくれたのかな、みーちゃんが。それで確か聞いた気がする。あ、314達成、イエーイ。あ、そうそうそう、 TikTok、 そう私なんか TikTok 載ってるらしいので皆さんぜひ TikTok 見てください。 AKB の公式 TikTok お願いします。 TikTok 見てね。 TikTok ってさ、なんか噂によるとさ、なんかあのコメントがなんか治安悪いみたいな聞いたんだけど見てない。コメントしてください。あさこびありがとう。リスワッチーもありがとう。リスがここにいるよ。リスリス、そう17のね、あ違う17時間のダンスが載ってます。待ってます。17時間ダンスじゃないわ、17時間17ライブでやった創作ダンスで、そう、それとあともう一個その TikTok の撮影があって、ちょっと私が考えている TikTok をちょっといつしか載せるので、ちょっと楽しみに待っていてください。来週あたりにちょっと TikTok を撮影しようかなと思っていて、だから昨日上がったのかな、それとまた別の TikTok が上がると思いますので
気長に楽しみに待っていてください。あ、なんだっけ、この星じゃないや、虹はなんか1位だったんだっけ、なんかが1位だったんだっけ。あ、支払いは10月14日までです。だってお話し会の支払い10月14日までです。見て、取れちゃった串が。どういうこと？100均です、これ。100均。あ、開いた。前やってた推しギフトの対象が1位だったみたい。だって、あ、そうなんだ。バラじゃないや、虹か。え、全体でってこと？千鳥柄持ってない。千鳥柄のバケハ、かわいい。絶対かわいいじゃん。ワク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 。荒れる時は荒れるけど、公式アカウントだから治安いい方だと思われる。あ、そうなんだ。いや、なんかいろんな YouTuber さんがさ、なんか TikTok とかさ載せるとさ、なんかなんでみんなあの TikTok 治安悪いのみたいな言ってて、確かにと思って。確かにと思って。お話し会買いました。だって、あら、ありがとう。悩んでたって言ってたよね、朝755のコメントでありがとう。ぜひあの最後のお支払いもお忘れなく。じゃないとね、期限が切れてしまって会えないってなってしまうので、ありがとうございます。楽しみに待っております。次は11月3日だから、もう来月だね。来月、意外とすぐ来るね。いや、なんか、どんな感じで荒れるの？てか多分 TikTok 見てる子ってさ、絶対中高生とかじゃない？中高生がさ、そんなひどいコメントしてんのかな？どうなんだろう。とか TikTok ね、 TikTok ちょっと TikTok についていけないおばさん、私はTikTok わからん。今何がどんなダンスが流行ってるのかもわからない。私の TikTok で止まってんのは、なんだっけな、あの、なんだっけ、顔のモノマネするやつ。顔のモノマネ、え、なんだっけ、あったじゃん、顔のモノマネするやつ。なんだっけ、一回撮ったんだよ、忘れちゃった。カレンダーに記入してきます。だって、あ、14日までだよ。明日やれば大丈夫。抱きしめてみてるよ君が幸せで。お誕生日おめでとうって、ありがとう。お誕生日は結構もう1週間も経っちゃいましたよ。でもね、お誕生日ね、1週間も経ったけど、別に何かが変わるわけでもないよね。今月はね、あきちゃんの誕生日です。30日、10月30日はあきちゃんのバースデーです。10歳になります。
10歳だよ、あきちゃんが。赤ちゃんなのに10歳。元気になってよかった、本当によかった、本当によかったよ。もう特に何の後遺症とかもなく普通に生活できてるからさ、本当に不幸中の幸いって感じ。もう病院の先生にももうあと 2,3 日だねって言われて、みたいな昨日まで元気だったのに。そんな悲しいことがあったんですけど元気になってくれました。あきちゃん、あきちゃんまだだけどね、まだだけどね。ラジエーションハウス終わった？なんか近、なんか近いな。ラジエーションハウスは明日見ようかな。うん。そう今日ね、待って、私今日どこ行ったと思う？撮影終わりにさ、撮影終わりにどっか行くんだって言ってたじゃん。どこ行ったと思いますか？どこに行ったでしょうか？今一番行きたいところに行ってきました。どこでしょうか？なんか心がときめきました。久しぶりこの早く、朝早く起きた。だって何時？そっちは何時なんだろうか。アメリカは6時ぐらい？朝の。わあすごい、正解者がいる。正解者でもないけど、正解はディズニーのボンボヤージュに行ってきました。ディズニー行ってきた。ディズニーのボンボヤージュに行ってお買い物してきました。買い物って言っても、そんな買ってないんだけど、ボンボヤージュ行きたくてずっと。でちょうどその撮影の場所がディズニーが近かったから、まあ近くもないけどディズニーの方面だったから行ってきたんですよ。これは行かないとと思って。でもなんかいっぱい買おうと思ったんだけど、でもやっぱディズニーってさ、なんか最初タオルを買おうと思ったんだけど、なんか多分ボンボヤージュだからそんなになくて、単品で売ってるのがなくて、で私が見たのは4個入りとか5個入りのやつを見たら3500円とか、えと思って、タオルで3000、タオル4つで3500円、3900円だったかな、3900円はちょっと高いなと思って、さすがディズニーブランドだと思って、だからそんなにタオルは諦めた。タオルって100円とかのイメージだからさね、タオル100円とか200円とかのイメージだからさ、そ
そんなに高いと思って、だからやめた。なんか本当になんか新しいあのヘアカチューシャ、カチューシャとかあって超行きたいと思って、なんかずっと年パスだったんですよ、私3年間ぐらいずっと年パスで、なんか年パスの時はあディズニーに行かなきゃみたいな、行かなきゃって感じだったんだけど、今は行きたいなのね。でその時はお土産とか全く買ってなかったけど、最近はもうディズニー行けてないから超ディズニーを一日満喫したいなって思って、だからボンボヤージュ入った瞬間になんかちっちゃい頃ディズニーに連れてってもらった記憶が蘇ってきて、めっちゃ心がときめきました。心がときめいちゃった。ディズニー行きたい。でイクスピアリってなんかプラフラしたりして楽しかった。楽しかった。ディズニー行けないよね最近。今日は一人で行きましたよ、一人で。撮影終わりに、私さ撮影4人で現場入りしたのに、私だけずば抜けて早く終わって、私いつももう早いんですよ全体撮影の時って、もう早く終わらせたいから、だから早く終わらせたいから頑張って早くやったら1時間巻いて、でもう今日はボンボヤージュに行くって決めてたから、もう早く終わらせようと思って行きました。スタジオでご飯食べてからタクシーで向かいました。まず関東に行けるようになってほしい。まあそうだね、確かにまだね、若干ね旅行とかのねテンションじゃないもんね。そうだよね、一人ですごいって、だってボンボヤージュだよ。ディズニーに一人で行ったわけじゃないから、普通にディズニーストアで、ディズニーショップで一人でお買い物したって感じです。来年からパスポートが変動価格、9000円だっけ、9500円だっけ、確かねめっちゃ高かった気がする。9000円かな確か、どうだったっけな、9000円、またいっぱいの虹がかかった。虹。さすがにね、ディズニーに一人では行けないかな。そんな勇気はない。最近やっと、本当に最近やっと一人で映画に行けるようになった。一人映画。家族ではかなりの金額にね、確かに、けでも9000円とかだったら高いね、確かに結構高いね。なんかさ昔は両親に結婚記念日とかでディズニーのチケットとかあげてたけど、その時は確か7000円いくらとかだったから、でもね9000円に
なっちゃったらね、2万ぐらいだもんね。たっか。年パスとかあれば一人でもフラッと行きそう。いや、私そんなことなかった。年パス歴意外と長いんですけど、一回も一人で行ったことないです。絶対マナミかコミか。まあ、ナミとコミが多かったかな。まあ、コミが多かったかな。コミとか、まあ、友達とか幼馴染とかいとことか、絶対に一人では行ってないよ。行けないよ。なんか一人でディズニー行ったら私なんか涙出てきそう。なんかさ、悲しいみたいな。悲しく、あ、すがじありがとう、きなこ。きなこのこのこ元気なこ。きなこのこのこ元気なこ。ララ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 ラ。ね、明日サッカーあるんだ。あら、あら、ん？ちょっと待ってよ。あれ？あら？待って、画面が押せなくなった。画面が反応しなくなっちゃった。押しても押しても。ちょっと待って。え、なんで？え、待って、これ終われないんだけど。終われないんだけど、どうしよう。どうしよう、ちょっと待って。終われない。待って、一回切ろう。え、携帯押せない。ちょっと待って。え、待って、待って、待って、どうだ、どうですか、戻った。あ、戻った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 、戻りました、よかった、戻ったよん。たまにね、なんか画面が急に押せなくなっちゃうんだよね。じゃあちょっとスクショタイム、スクショタイム。なんで今日こんなに眠いんだろうか。みんなはもうお風呂入りましたか？ハリーの動画ありがとう、スクショ。ありがとう、ありがとう。君に言われててもなんだか切ない。ニュ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 、言われるとなんだか
明日のサッカーはどこだ？テレ朝？何時から？7時半？見たいな。はい、ではまさこぴゃーありがとう。ありがとう。今回ワールドカップ出れないの？なんかさね、なんか厳しいみたいなこと書いてあったよね、ニュースで。私もなんか夜のニュースで見ました。ガチ？なんか負けちゃったんでしょ、また。明日も、明日も早起き頑張ります。よし、はい、バッチーありがとう。引き分け以下ならかん、そ、本当に言ってる？大丈夫かな。監督解任、なんかさ絶対負けると監督解任しない？バレーボールもそうだし、あと女子サッカーもそうだよね。なんかみんなほぼ解任、解任。女子ね、もう一回、私的に真鍋さん、女子バレーはね、真鍋さん戻ってきてほしいなって思う。やっぱ明日はオーストラリアじゃない？だってオーストラリアだって。あ、6時45分からだ。お、埼玉でキックオフだって。埼玉スタジアムかな。見ないと見ないと。お風呂午前中に2回入っただって。あら、お仕事で、仕事で帰ってきてから朝風呂。私やってみたいんだよね、すごい。朝風呂に、朝風呂にすごい憧れがあるんだけど、うん、全然やったことない。でも意外と朝風呂って大変じゃない？なんか仕事行く前とかにさ入る人たまにいるじゃん。でもやっぱさ髪の毛乾かすのが私的にすごいめんどくさいから。あと朝はね、入るとなんか湯冷めするっていうね、湯冷めだから入らない。でもすごく憧れる。ソファーで寝落ちと朝風呂は憧れる。もうすぐでね、見てこれさ、なんかもらったのサンプルを。わ、入浴剤だと思ったら全然レノアだった変な声になった今。喉が私、喉にカエル飼ってるんで、喉のカエルがうーって泣きました今。レノア、これ何レノアって。消臭、超消臭だって。洗濯機ね。え、すごい、つぶつぶしてるの。
さっきの声は私もびっくりしちゃった自分で。え、何の音何の音かと思ったよ。酔っ払ってそのまま寝て、朝に風呂入ってそのまま会社に行くことあった。お、すごいね、タフだね。朝まで、朝まで、すごいね。あ、寝てか、酔っ払って寝ちゃったってことか。酔っ払って寝ちゃったことないな。眠くなることあるけど、私も一杯飲んで眠くなっちゃうから、なんかお酒で失敗したことない。多分この先もないと思う。私去年の10月3日の誕生日以来お酒飲んでない。もう1年間禁酒してる。禁酒してるわけではないんだけど、もう1年以上飲んでないですお酒。だから次飲むならお正月。あれ、私お正月飲んだ？飲んでないよね。結局飲んでないんだよ。今年はねえ、誕生日の日飲んでないからな。あれ？じゃああと2分ぐらいしたら終わります。今日は、俺の誕生日まだ3日だよ。だって、お、おめでとうだね。もうすぐだね。お祝いしないとじゃん。お酒は何飲む？お酒は飲むなら、なんだっけ、ほろ酔いの、なんだっけ、ほろ酔いじゃない、なんだっけ、ホワイトサワー、カルピスサワー、カルピスサワーと蜂蜜レモンスカッシュ、蜂蜜レモンサワーかです。で、いつもお店でお酒頼むときはアルコール少なめでって言ってるアルコール少なめでって。なんかいつしかご飯行ったときに友達と、その成人式の後のさ、パーティーみたいなあったじゃん、あの何次会みたいな時に行った時に、なんかめちゃめちゃどっこいアルコールが出てきて、カルピスサワー頼んだんだけど、めちゃめちゃどこくて、なんか、え、消毒液の味しかしないんだけどみたいな。だからカルピスとお水頼んで、めっちゃカルピスとお水を入れてめちゃめちゃ割りました。多分さ、お店の人的にさ、もう適当、適当って言ったら失礼だけど、もう早く、なんて言うんだろう、やっぱ早く酔っ払そうじゃないけどさ、もうビシュビシュって入れたのかなって思った。もう、え、初めてこんなどっこいカルピスサワー飲んだの。だから美味しくないの。だから消毒液の味しかしないから、何これみたいな。だからそっから私はお店でいつもお酒を頼むときはアルコール少なめでって言ってる。お酒は強くないです。再犯決断忘れずに、忘れずに。新しい表現、どっこい。え、どっこいって言わない？これめっちゃどっこ言わない？どこいこれみたいな、どこって。私はめっちゃ言っちゃう、どっこいなーってどっこいしょ。あら、まさこびありがとう。スターレインボー、レインボースターだありがとう。では今日はそろそろ終わろうかしら、終わろうかしら。
今日は、じゃあ今日はじゃあいつもみたいに呼び捨てファンタジーで行きたいと思います。あ、今日は呼び捨てファンタジーじゃなくて、いつも呼び捨てファンタジー、じゃあ今日は初心に戻って○○3にします。○○3ファンタジー。なんかさ、おお、首が止まらん止まらん止まらん。3にしようかな。ね、みんな眠いよね寝よう、みんなもう寝よっか、寝ましょう。では13位から発表します。13位、あられんさん。12位、長崎在住の関西人さん。11位、あやねさん。10位、さとるさん。9位、 KTM さん。8位、じゅんさん。7位、西野さん。6位、千秋さん。5位、高坊さん。4位、すがじいさん。3位、ハリーの道学さん。2位、ワッチアミちゃんズさん。1位、まさこビアさん、ありがとうございました。私はもうお風呂入ったら寝れちゃうぐらい眠い。明日確かに寒いって。確かに寒いらしいよ、みんな。明日も早起き頑張ります。皆さん明日は寒いらしいので上着持って出かけてください。ではでは、ありがとうございました。また明日ショールームでお会いしましょう。お話し会決済忘れないようにね、皆さんバイバイ。明日も早起き遊び、明日は休みでのんびり、お、明日皆さんいろいろありますね。バイバーイ。